んのパーカー君がいつの間にやら神戸大学海事科学部から室蘭工業大学に編入していました。宇宙工学を学びたくなったので編入試験を受けたそうです。パーカー君は最近生き生きと室蘭の楽しさを YouTube で発信しています。室蘭市長が Twitter で室蘭生活を満喫していますねとつぶやくほど楽しそうな動画を上げているのです。こんなに室蘭を楽しむ動画を出してしまったら室蘭工業大学の人気が爆上がりしてしまうじゃないの。チャンネル登録よろしくお願いします。北見工業大学や室蘭工業大学は国立理系短科大学の最後の砦的大学と言われています。おっと失礼、お父さん、パーカー君が室蘭工業大学に編入したわよ。え、パーカー君って誰？知らないの？信頼の YouTuber よ。とにかくパーカー君のせいで今年から室蘭工業大学は大人気の大学になってしまうわ。え、あらあなた、今室蘭まで行かなくっても東京の次第でいいんじゃねとか思ったんじゃないでしょうね。いや、室蘭工業大学はエフランみたいな名前だけど国立なんだろ。そこは腐っても国立大学だろ。あら、初めて意見があったわね。そうだな、首都圏次第ペケ三角大学よりも室蘭よね。そうだな、首都圏次第ペケペケ大学よりも室蘭よね。そうだな、首都圏次第丸丸大学より室蘭よね。いや、そこは丸丸大学なんじゃないのか。あら、室蘭は国立なのよ。この辺りからは首都圏次第の勝ちになってくるんじゃないのか。そうかしら。母と主人はどの辺りから首都圏次第に進学した方が良いのか悩むのでした。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。